そこで神田は大きな声を出して、ほら罪人ども、この雲の糸は俺のものだぞ。お前たちは一体誰に聞いて登ってきた。降りろ降りろとはめきました。その途端でございます、今まで何ともなかった雲の糸が急に半田ともぶら下がっているところからプチッと音を立てて切れました。ですから神田ともたまりません。あっという間もなく風を切って駒のようにくるくる回りながら、みるみるうちに暗闇の底へまっさまに落ちてしまいました。空の中途に短く垂れているばかりでございます。お釈迦様は極楽の蓮池の縁に立って、この一部始終をじっと見ていらっしゃいましたが、神田が血の池の底を石のように沈んでしまいますと、悲しそうなお顔をなさりながら、またブラブラ泣く気になり始めました。自分ばかり地獄から抜け出そうとする神田の無慈悲な心が、そしてその心相当な罰を受けて元の地獄へ落ちてしまったのだ、お釈迦様のお目から見ると浅ましくおぼしめされたのでございましょう。しかし極楽の蓮池の蓮は少しもそんなことには頓着いたしません。その玉のような白い花はお釈迦様のおみ足の周りにゆらゆらうてなを動かして、その真ん中にある金色の髄花は何とも言えない良い匂いが絶え間なく辺りへあふれております。極楽ももう